春の陽気が一段と暖かくて過ごしやすいですね。最初は部室で誕生日パーティーの予定だったんですが、思い切って外に変更してみてよかったです。通りがかった人たちに改めてお祝いされたのも嬉しかったです。ほのかの言う通り、誕生日はやはり特別ですね。プレゼントもたくさんいただいて、こんなに幸せな誕生日を迎えられて本当に嬉しく思います。そうそう、みんなからもらったプレゼントの中に入っていたメモ帳、これただのメモ帳じゃなかったんですね。ええ、さっきほのかが何でもお願いしてなんて話をしていたので気になってめくってみたんです。こんなところにまでサプライズがあるなんて思っていなかったからびっくりしましたよ。このチケットに願い事を書くとみんなが叶えてくれるということなんですよね。何でも叶えてくれるんですか。では早速、この先の誕生日もずっと一緒にお祝いしてくれますか。え、約束ですよ。